皆さんこんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組収録後に番組ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回のテーマはこちら 今回は山内和豊編の見どころなどを放送に先立ってお伝えしながら収録では話しきれなかったエピソードも先生にたっぷりと話していただければと思います。はい、あの山内和豊というとまあ何と言っても大河ドラマでもおなじみなの光明がつじの主人公の印象が強い方多いと思うんですけど、ねうんうん、ということでやっぱりどうしてもこう内緒の子、はい、妻の千代さんの印象が強い。はいうん っていう感じもしますけど、じゃ、あこの人自身はどんな人だったのっていうところに、今回は迫っていきたいと思います。和豊、はい、自身は、岩倉織田氏の家老の三男として、生まれたということで、はい。だから、執事からいけばですね、織田信長よりも、あの大阪弁でいうところの英氏の子なわけですね。ああ、そうだったんですね。うん、いいところ出なんですね。はい。うん まあそこからでも信長との内紛に巻き込まれてお父さんとお兄さんが亡くなってしまう,、はい、そうなんですね。なんとか信長を倒したいと考えるんですけれども結局その倒しきれない相手はだんだん大きくなってくるで周辺の対その信長の陣にその参加するんですけども、まあ、次々制圧されていくわけですね。 で小説分かれるところなんですけれども今まで従来言われてきたのは織田信長の、えー、配下に入ったというふうに言われてるのがあるんですけども私は正確にはその秀吉の,のなんて言いますかね時期的に考えてもそうですしあの彼が出世していくっていうのはあの。 えー、あの越前あたりなんですけども越前出兵の時に、えー、もうすでに、えー、秀吉という人はそれなりの兵力を持ってましたから、はい、その中にいたんではないかな家来の家来いわゆるまたものという立場にいたのではないのかなと。にあの 数というも大きくなってますからね。うん、そういう関係ではなかったのかなと気してるんですけどね。まあ確かに信長っていうとね数といからしたら肩になりますからね。確かに直接使えたというよりは秀吉に使えていたことではない,かと、うんはい。私はどうもそういうふうにそうではなかったかなと思って今までいろいろ調べてきたんですけどね。あ,ねあの辺のところってね割とねあの記録が残ってないんですね。ああで,で後世はまあ後追いですから何とでも言える部分があって。 難しいところですね。うんでも、その後、まあ、秀吉の家臣になった後、まあ、すごい活躍ぶりだったじゃないですか。はい、戦でね、すごく活躍していたんですよね。うん、だから、よく、あの、キャッチフレーズで、槍一筋の、えー、っていう言い方がありますけれども。はい。あの、槍一筋で、えー、まあ、大名になった。それも、一刻。 土佐の国という国主になったというのは、やっぱすごいなと思うんですね。はい。本当に槍で戦っていたったということなんですか。槍、うん、一筋っていうのは。の山内和豊という人はですね。あの、えー、テレビでやりました。あの、シリーズでやりました中で。あの、藤堂高虎って言いましたね。はい。同じように、あの、最前線で戦い。その中で、武功を挙げて、出世した人ですね。ええ、うん、役にい,いたとか、え、軍師をやったとかですね。 頭で勝負したとそういうのをこうやり一筋みたいな表現をしていたという、はい、でまあ当然あの大きくなる家が大きくなっていきますと家臣も雇わなければいけないその雇った家臣もやっぱ同じように命懸けで働いてもらわなきゃいけませんからね、はい、え常に前線で指揮を取りながら、えー、その山内家を大きくしていったというのが和豊という人ですね。なるほど 先生どうですかその山内和というの,その武功の中でも特にこう印象に残っている戦ってありますか、うん、あのやはり越前に攻め入った時に武うの敵将で非常に有名なあの人物を彼は戦うんですけれども、えー、矢を打ち込まれてですね、はい、え顔の半分突き刺さったというような <laughs> そういう中でその相手を倒した,たこれは本編をぜひ見ていただきたいところです、ね、はいちょっとねその辺の話はびっくりしますよね。はい でまあ、その後、まあ本能寺の変が起きてしまって、うん、まあこの辺りからまあ秀吉の天下取りに貢献していくっていう面もありました数、ね、豊、はいえー、はですね、えー、秀吉が率いた中国方面軍ににすすででいるんですね、うんはい、ただそのかわいそうなのは加藤清正とか福島正則とか、まあ、どちらかというと秀吉のまあ血縁につながる 人たちはその若くして成功するんですけども国高も高いんですけども、えー、やや遅れる形でさんをついていてった感じです、ねはあ、でもまあそこからこう出世を果たしていくわけですから、はい、まあ,ある意味そういう親戚関係とかない中で、うん、よくこんなに出世できたなっていう。うん、あのやはりそれは能力だと思いますね。うん、私はあの彼が流浪した10代、えー、全てはそこにあったような気がするんですけどもあの人を見る目あるいはどう接したら 相手が喜んでくれるかどういう反応をするかということをよく見てますよね、うん、でやがて、えー、秀吉が関白を秀次に譲るわけですけれどもその時には重心過労の一人になっているんですね、はい、あの関白秀次は切腹させられたわけですから、えー、自分もその攻めを負わさせかねなかった状況なんですけれども見事買いこぐってですね、うん、で気がついたらいつの間にか家康側にいるわけですね、はい、ああ多分秀吉という人は変わったなと 昔の若い頃に比べるとちょっと老朽というか、えー、ひどいんじゃないかなという思いを持ち始めたんではないかな、うん、そんな気がしますね。この秀吉に仕えていたのに最終的には家康側に行ってしまったっていうのもある意味ちょっとこう風緑と,、うんまあ、と考えるか、えー、山内家という家を、えー、流らすためにはどちらがいいかという選択。 企業もそうですけれども常にその生き残りの選択を迫られるわけですね。うん、あそれをね風見鶏で言ってしまってちょっと可哀想そなんですよね。そうですか。でここでまあその小山表情、まあ関ヶ原の戦いを左右する表情に参加したわけじゃないですか。はいうん、ここでの勝利の決断というのがまたすごかったんですよね、はい。あのねそこにこそねあのなんていう注目してほしいんですね。うん、えもし山内勝頼人,人物の どこが一番すごいかというふうに聞かれたら、私はその関ヶ原の戦いを戦うか、それとも一旦あの上杉征伐軍を解散するかという瀬戸際のこの小山表情の時に彼がどういう発言をして、えー、その結果どうなったか、これがねやっぱりハイライトだと思うんですね。はい、その背景には妻千代の支えがあったというところも、はい、ぜひぜひね本編で見ていただきたいですね、えー。それと多くの方がおそらく意外に思われるだろうと思うのは。 戦国時代のあの奥さんご主人をさ助けてですね当然のごとくと言いますか頑張ってるんですね、うん、で江戸時代では考えられないことが戦国時代で起こっているむしろ令和の時代の方に近いかもしれませんねだから結構その男性とも女性対等というか、うん、あの発言力を持ちまさにあの山内家で言いますとね勝田、えー、さんが社長なら え千代さん、まあ、私は千代というのは名前が違うんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、とりあえず千代さんはその副社長と、うん、え役割分担をして、えー、従業員である家臣をですねちゃんとこうお互いでフォローしながら見てたと思いますね。だから本当に武将と変わらないような権力を持っていたということですよね。むしろ武将の男性的な判断とは違う面非常に繊細な女性としての,その気配りみたいな部分。 そういう発見もなんかあったような気がするんですね。あそうですか。ちょっとそのあたりがね結構あのイメージ、その戦国時代における女性のイメージっていうのがちょっと大きく変わったところもあるので、はい、そのりもあのぜひ。まあ明らかなことはあのあの奥さんがいなければ、カズトヤおそらくとさ一国をもらうことはなかったと思いますね。あこのね小山表情でのまあ成果もあって、そして妻千代さんの支えもあって、うん、はい。 二十万石の大ん意外な意外な話もちょっとしましたね、はい、ぜひ、えー、本編で確認をしてほしいところですけども、はい、えっと驚かれる方も中にはいるかもしれませんね <laughs>、はい、さあここで予告 VTR が出来上がっているのでご覧ください妻との二人三脚で大出世を遂げた律儀者山内和人よ天下人に愛された男の実像とは 先を見る目があったということですね妻の考えを否定しない人間というのをやっぱり見る目を養ったんだと思うんですね日本の歴史を変えた偉人の真の姿を現代の世に映し出す偉人素顔の履歴書山内和豊は3月25日土曜日夜8時放送です偉人素顔の履歴書山内和豊編は土曜夜8時 BS11 で放送となりますどうぞご覧ください さあ偉人こぼれ話では視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問質問に先生にズバリ答えていただいています <noise> え題して教えて各先生のお時間ですえ早速ですが番組サイトにいただいた質問をご紹介していきますえ三重県にお住まいのペンネーム山ちゃんさんからいただきましたありがとうございます 関ヶ原の戦いでは小早川や脇坂赤座小川朽木の裏切りが勝敗を決めたということになっていますがそれ以前に一番悪いのは北の所ネネではないでしょうか、うん、ネネは淀君とは犬猿の中で秀頼が死のうが豊臣が滅亡しようがどうでもよく秀吉子賀の大名のほか <laughs> 加藤福島小早川黒田山内藤堂細川 京国、八塚、吉川などに家康に味方するようにと断るごとに言っていたそのため関ヶ原以前に勝敗は決まっていたと思います私の考え方はどうでしょうかというご質問ですね、うんえー、山ちゃんさんですかはい山ちゃんさん、うん、あのよく歴史を勉強されてますねただね一箇所あの明らかに歴史的に間違ってるなと思うのは ねねという言葉を使われましたね。はい、これは彼女の菩提寺だけが使ってるんですね。あ<ー>であの菩提寺はね、いまだにそうなんですけどね。これ使わないとね、取材させないんですよ。あ、そうなんですか、うん。だからね、一部ねねっていうのは残ってるんですけども、えー、記録的にはね、尾根が正しいわけですね。おねえー、まあ、それはちょっとおくとしましてね。はい、えー、ご質問の趣旨はよくわかります。北の政所が、あ、そのそもそも、えー、徳川に対して、まあ。 えー、頑張ったんではないかという。それはね、ある程度正しいんですね。はい、で、どこにそもそも原因があったかと言いますと、あの北の政所、尾根さんというのは女性としてよくできた人なんですね。えー、別にね。あのヨド殿とあの対立したわけではないんですね。あ、このヨドもそうなんですけども、時々淀気味という言い方をする人がいるんですが、あ,はい、あれは歴史用語としては明らかな。間違いになるんですね。 前、ねうん、あの先生おっしゃってましたね。あの<に>この場合の君ミっていうのは優女のことを指すんですね。うん、で、与、え、陀、ー、を与陀どのをまあ揶揄するために使う言葉として与陀キという言い方をしますけれども、<ー>正しくは与陀どのですね。で、その与陀どのとまあ、えー、北のマンの関係ですけれども、保護する立場にいたのが北のマンなんですね。うん で、あのう、豊臣家のみならずなんですが、武家というのはそれぞれ子供の育て方っていうのが独自にありましてね。で、で豊臣家では、ヨドドロの子供であっても、本来は、あのう、北の真ん所が育てるんですね。ああ<ー>。で、最初に生まれた、あヨドドロの子供は、北の真ん所が育ててるんですね。要は側室が産んだ子も、正室が育てるのがそうそうそう、家の子ですからね。当たり前だた。ところが、この子がね、死んでしまうんですね。うん、で、ヨド,ドロに言わせると。 死んだじゃないかと次生まれたお拾いすなわち秀頼は私が育てるとなったわけで,す、ねでえー、まあ,あのどう考えるか人それぞれなんですけれども北の真所というのは今風に言えばあのファーストレディーなわけでですすねね、はいえー、秀吉の奥さんよ一方の淀殿って何なのよって考えてみるとなるほど織田信長の名義であることは間違いないけれども官位もないんですよね。うん だから変な話ですけども、あの公式の場で出たら与太どと同じ部屋に入れない人なんです、ね、ああ、本来はそういうはいそういう立場なんですね。場唯一彼女に幸いしたのは秀頼を産んだということだけですよね。でその秀頼を育てることになったわけですけども、ここでいわゆる女の戦いがなってしまうわけですね。 よくできた人であるけれども北の間のところはやはり一,一部一面白くないところがあるわけですね、うん、自分を立てないというか対抗しようとする与党殿が気に入らないわけですね与党殿にすると自分のおじさんの信長が天下夫婦をやろうとしている時は一体どの立場だったんだと造、うん、り取りから上がってきたやつの奥さんだろうとそれが何を偉そうにしてるんだって思いがあるわけですね、はいえー、それを中和するべき人間がまあの周りにいればよかったんですけれども まずかったのは、えー、まず尾張の,の頃にいた秀吉の,あの家来になった連中というのは、まあ、言い方変えると尾張罰になるわけですね。はい この終わりバスの連中加藤清正や福島正乃あるいは黒田長間さんも預けられてましたからこっちのグループになるんですけどもこういう人たちはあの北の満所の台所飯で育った人たちなんですね飯を食わしてもらい服を塗ってもらいいろいろしてくれたのはあのお姉さん北の満所になるわけですねある意味こうお母さん的な存在ですそれに対してえあの淀殿というのは あのまさにあのお父さんが阿財長政でしたね近江出身で、えー、しかも近江から出てきた人物となると石田光奈良もそうですし後のえいわゆる五武行と言われる連中はこっちに派遣いしているわけです、ねはい、で、旗頭としてそれぞれの女性をえ選んだわけですねだから武断派と言われる人たちは旗頭にえ北の満の頃文治派と言われる人たちは与田殿を旗頭に選んだわけですね で中和すべきというものを逆に対立構造へ持っていって、<ー>そのまた先状態にしたわけです、ねはいで。ここで重要なのはあの当時の北の万所が豊臣政権をどう考えてたかなんですね。私はあの彼女はあの夫の秀吉と共に作ってきた。それが豊臣政権だと思っている。すなわち秀吉が死んだからにはですね、自分もその遺産相続分があると。 その遺産相続分を彼女は家康に渡したんではないかなとあ<ー>まあ今で言うなら会社の自分の持っているです、ね、株を、えー、ライバル会社に売ったようなもんですけれども、はい、それはそれぞれの判断ですよね。そして自分自分身が住んでたところを出てにに逆に入れというわけですね。だからそういうところだけを見るとなるほど北の真んところはけしからんということになるわけですけれどもともに豊臣政権を作ってきたという立場で考えて。 あ,あこれはもう維持できないと考えた、えー、おそらく、えー、秀頼を殺すという判断まで家康はするとは思ってなかったと思うんですけれどもならもう、うん、政権はいいんじゃないかと次はもう家康さんに任せたらいいだろうというのが北の満どころではなかったかなという気がしますねじゃあ実際にこの山ちゃんさんがおっしゃることには一理あるありますねあただまあ刻々と移り変わる中での判断ですからあ大阪城がなくなった時にですね 焼けた時にさあ彼女はどう思ったか北の真んどこはどういうふうに思ったかというのは別問題だと思いますね,すね、はい、さあ続いては歴史全体に関する質問をいただきました大分県にお住まいのペンネームこぶちゃんさんからいただきましたありがとうございますいつの時代から民衆や農民は政府や幕府が作る文章文字を読めたのかどうやって文章や古文書を学習したか教えてくださいというご質問ですはい まあ、あのいわゆる、えー、文字が読める書けるいわゆる「識字率」ですね、はい、2002年の,あの統計があるんですけれども日本は大体99%<ー>で北欧は100だというですねウクライナなんかはその99を超えてるんですねうんだから世界のランキングで見ると日本の、えー、識字率はなんと 28, 28位なんですね。 ところがです、ね、面白いなと思うのは室町時代にやってきた宣教師のです、ね、記録を見ると、えー、都にいた男女は皆さん文字をかけて読めたっていうんですね。 これは多分言い過ぎだと思うんですけれども、えー、都にいた人たちは、えー、読み書ききのででる人が多かったら間違いないなと思うんですねそれはあのいわゆる貴族とかそういう人ではなくて民衆がいうことですか貴族ですね貴族のところで使えてる人たちも読み書きができるようになった、うん、でじゃあいつからそういうことができたんだろうかということを見ていきますとねまあ,あの明治3年の記録があるんですけども1870年ですね 男性が大体40から50%読み書きができた女性が15%だったとこういうんですねでこの読み書きのできた人たちっていうのは算数ができて歴史地理に多少なりこの造形があるという人たちだったというんですねまあどういうふうに考えるかですけども全ては江戸時代にあったんではないかと。 江戸時代はですね、なんと寺子屋がですね、江戸だけで1500あったんですね。ああ、すごいで,、ね、で大体一つのところで10人から100人を教えてるわけですね。はい。全国でざっと1万5000件ぐらいあったと。ほ,うほうで、この時ですね、イギリスの男性は60%ぐらいが読み書きできたって言うんですね。うんうん、女性が40%ぐらいですね。で、日本もほぼそれに変わらなくぐらいの人間が読み書きできるようになった。 ええー、貸本屋も六千五百件以上ありましたからね。そういう意味で言いますと、えー、日本の、ええー、男女っていうのは。世界に冠たる、あの、識字率を持ってたんではないかな。ところが、まあ、明治になってから、や、若干ヨーロッパに逆転される部分はあるんですけれどね、えー。ヨーロッパの十八世紀になりますと、フランスの男性が四十七パーセント。女性が二十七パーセントぐらいになるんです。ね。はい、まあ、太平の時代になったからこそ。 読み書きができるようになったということで、えー、庶民が普通に読み,読み書きができるようになったのは江戸時代というふうにお考えいただいたらいいのではないかなとそういう気がしますねはい、ありがとうございました各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしていますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です 放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧くださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信ですさあそれではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますでは先生また次回お会いしましょう、はい